プロシキラジオ <music> この番組は、ピロネット小原、ピロネット小原の提供でお送りいたします。ピロネット、ピロネット、夢のピロネット小原。みなさん、こんにちは。こんにちは。 このラジオは私たちロシア生まれ関西育ちのピロシキーズがリスナーからの様々なお便りに応えていく YouTube ラジオになりますお届けするのはモデルやタレントをさせていただいています私アレクとゴラムニストタレントとして活動しておりますブラスの2人でお届けいたしますこの動画は画面も見なくても楽しめるラジオ形式でお届けするので家事やお仕事お勉強をしながら聞いていただければ幸いです早速ですが 本日のテーマはこちらイライラ投票箱 <laughs> リスナーの皆さんが普段感じるイライラすることについて私たちがお話しさせていただくコーナーですブラちゃん最近イライラしたことあるあるなんやねそのある <laughs> あるってだけある電車に乗るとカップルおるやろう結構 あカップル乗ってんなそうまあ、カップルが乗ってるのはいいねんけどな、うん、男がな釣り革にこう捕まってるわけよで、まあ、釣り革に捕まってる男のそばで釣り革に捕まっていない女がこう目をちょっと上目遣いにしながら立ってるわけよあほんでなまあそこまではいいよでも電車の揺れを利用してこう女がちょっと ナスりつけてんの。<laughs> 男の胸板にちょっとこうぶつかるみたいな。で、男がまたまんざらでもない顔をしてて、<あ>こいつらなんか楽しそうやなって思って<あ>腹立ちますけども、私もいつかやってやろうと思ってるね。それ腹立つことなん。ん <laughs> それで腹立ってんの。腹立つやんだって。腹立つのり <laughs> <laughs> なんでそんなダジャレを言ってんのあんた。びっくりするわ本当<う>に。続けて続けて。<laughs> このラジオは皆様からいただいたコメントにお答えするラジオとなっていますが今回は第一回目ということでツイッターにいただいた DM に答えていきます、はい、では早速お便りを読んでいきたいと思いますお願いしますラジオネームまっこり大好きさんからのご意見です私は外国人と付き合って調子に乗っている女にイライラします 公共の場でイチャイチャするのが外国人同士ならなんとか文化の違いということで許せるのですが日本の文化は理解しているのにもかかわらず外国人と付き合っているということで自分を外国人枠として振る舞う行為がどうしても許せませんしかもそういう人に限って大体ブスなんですピロシキズのお二人はどうお考えですかあレちゃんこれまでさ <laughs> 付き合ってきたの日本人やろう。嘘やん、それ聞くの。<laughs> 聞く、え、それさ、どうや、ブスやったん。相手。相手。うん、これね、あの、いや、ブスじゃないよ。でも、うん、あの友達が。なんかこう紹介してみたい、ちょっと見して、<う>彼氏どんな感じなん。つって聞くときに、こうたまに写真見せて、りすると。 や優しいそ, <laughs> それあかんよそれブスってことよ。いやそ,そうそうあの彼氏見せてかっこいいとき「えめっちゃかっこいいやん」って言うけどなんとも言えへん感想のときが「あっあ優しそう」ってやめろやー <laughs> あっやめろやいただきましたね本日も初やめろやちゃうこれ初やめろやこのピロシキズの風呂敷ラジオ初やめろやいただきましたまあでも始まったばっかりやからやめろやボタンとかここに用意してさあ用意したやめろややめろやや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 めろやみたいないや言ってマジでやめろや2回目やめへんでボタンもつけるわやめろややめへんでやめろやめへんで いい加減にやめろよやんへんでお前, <laughs> お前どう思ってんねんこれいやあのなまずまあ一つねこれについて言いたいことがあって、うん、私これねだいぶ前に気になって新宿でめっちゃ見たね、うん、<laughs> 何してもお、ね、る <laughs> <laughs> のね <laughs> めっちゃ俺言われんねん外国人ってなんでブスと付き合うのってめちゃくちゃ言われるから、ほんまかなっていう、俺、統計これ取らんと今後生きていく上で、なんか損すると思って、俺新宿駅で本当に。やることないでしょ夜、半日ぐらい見た。で、その結果。日<笑>,笑いすぎ、笑いすぎ。ほんまやべえやつだな <laughs>。で、その結果、 分かったことがあって<う>外国人も日本で美人とされてる女の子とちゃんと付き合ってる人は付き合ってる <laughs> ちゃんと付き合ってる人は付き合ってんのそうもちろんブスと付き合ってる外国人もおるねんけど、うん、まあそっちの方がちょっと多いなって感覚やったねんけどとういうことは何今ういうこ,とこ,れ <laughs> これラジオを意識したツッコミってこと <laughs> いや <laughs> じゃなくてなんか結構普通の人とまともな人と付き合ってる人もいるっていう感じがから あのなこれに関して思うことがブスがその時に外国人とイチャイチャしてるとき、うん、めちゃくちゃ俺腹立ったねん腹立ったん何このブスって思ってなんでそんな腹立ったんえなんかイライラしたねんで美人が外国人と一緒にイチャイチャしてるのを見ても、うん、なんかあんまり何とも思わんかったんよねえー、あでもちょっとこれ ああるあるやなだから人って多分やねんけど自分よりも顔のランクが下やなと思ってるやつが自分よりも幸せそうにしてるとめっちゃ腹立つ生き物なんやと思う。あもう比べてんの無無意識にもう無意識識にで自分よりも,あもう顔のランクが上の人が幸せそうにしてるのはそれを見てもまあ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 みたいなまあ別にまあ顔もいいしっていう諦めみたいな。 やっぱ生物ってそうなんかなと思ってああそういう感じなのかな俺この現象をちょっと名付けてて何何ブスの幸せ顔記憶に残りやすい現象ってやばい長い <laughs> 長いブスが記憶に残りやすい現象しか覚えないブスの幸せ顔記憶に残りやすい現象これはねなんかある病気の一種として捉えていいのかしら <laughs> いやいや、まあ、まあ人間の宿命なんかなだからブスをそもそも みんなが記憶して記憶してるから外国人はブスと付き合うんやって認識になってるけああじゃあもう普通にかわいい子も見てるんやけどそれが記憶に残らなくてあ嫌だなと思ってる人しか記憶に残らなくてそうそれでなんかそういうイメージになっていってるっていうそうそう,そうだからここでな大体ブスですっていうところは、うん、俺これはまあちょっとちゃうかなと思ってるあちょっと違うそういう人に限ってブスですってうんまあただ 割と、そう、観察した結果よ。観察ね。ま、部数が多かったかなって、それでも思うねん。それでも多いねん。ちょっと多めやったんうん。で、それに関しては、いろいろ考察があんねんけど、そもそも外国にいて、日本に住む男って、うん、日本の女で抜ける体してないとあかんと思うねん。 日本に住むんやそう日本の女を好きじゃないと日本に住むそもそもそうや異性が自分が好きなまあ俺の場合同性やけど、うん、が性の対象にならへんかったらあかんやん住めへんやんまあそれはねそのなんかものがねもう大結構生きる上で大事なことよそうやねってことは日本が大好きで日本の女性が大好きで日本にいる人が多いで、うん、日本の女性がどんな人を好きで あのおるんかって言ったらやっぱり黒髪で、まあこうまあ、ちょっと丸めな顔だったりとか、まあ、キャットアイだったりとか実際には日本人ってそういう顔が多いかと言われたら違うかもしれへんけど、ね、彼らが期待している日本人女性っていうのはそういう女性なのかなっていうふうに思うねんなあちょっと髪の毛をかき上げているようなそう,そういうんかアジアンビューティーみたいな。 クーールなイメージだね、まあ、そうねで日本人の,そのいわゆる期待してる顔っていうのが日本ではどういうふうに今評価されてるかっていうと、まあ、あんまり美人として扱われてないなと思うねん。 やっぱり二重の方がよくて鼻がちょっと高い方がよくて鼻筋がシュッと通ってて小顔がいいみたいになってるやんまあそのみんなやってるよね確かにやってる、ね、そうそうそうそれが美人やとされてるんやったらな、うん、外国人が日本の今日本で人気な美人と付き合うんやったら別に外国人でいいわけやん。だって祖国に行ったらさ鼻高くて顔ちっちゃくてさ そういくらでもおるわけで、まあ確かにね。そこで満足でからわざわざ日本に来てね、ちょっと外国人に近い外国人に酔った日本人もモにしようってする必要は全然なくて、うん、ってなるとまあ、単純に。 今の日本でその方たちはたまたま美しいとはされてないけどもただ彼らからしたらそういう人が美しいっていうあれちゃんだってさ今すごい細いけどアフリカとか行って絶対持てへんであんたいやもう言われた言われためっちゃボンボンボンが好きだから言われたねもうすっごいボンボンボンがいいからお,いお腹もお尻も全部大きくないとか全然あかんらしいそうやろううちはなんかごぼうみたいごぼうみたいな <laughs> ごぼうって言われたまあでもごぼうみたいなんが人気なとこもある 日本やと肌白い方がいいっていうけどロシアやと焼けてる方がいいされる焼けてる方がすいい、ね、違ね。各どの国でいつ時代によっても日本やと昔は全然違う美しい美習慣感っていうの、うん、美しい醜いの感覚ねそれがもう過去は全然違ってたわけで今の日本のこのたまたまその時代に美しいとされてないだけで。 他の時代に行ったら全然それが美しいってなる可能性もあるし他の地域に行ったら美しいってなるような可能性もあるしそういう平均的なというかどこかで美人になりうるような顔の人を俺ビブスって呼んでるね微妙なブス。<laughs> ビブスビブスすごいなそのなんかビブスだから美人になりうるブスだから一応よく見てみて外国でみんなブスって言ってるけど歯並び結構いい子も多かったりね。 あ髪の毛がさらさらやったり、うん、清潔感すごいあったりしてよくよく見たら日本では流行ってないけどブスではないなってなると思うでちゃんと見たらでもねなんかね違うよね海外に行くとその感覚は違うよファッションも全然違うしねそうだからまあここで大体ブスですっていうのは俺はやっぱ違うなって思う俺はもうそこはちょっと納得いきませんっていうところこれはまあ個人感想っていうことになるってことやな イチャイチャするそれあんたが結構嫌がってたやんこれ腹立つもん 幸せそうやない。ムカつくやん、なんか幸せにしてんの。<laughs> <も>こっちはもう会社の帰りとかでさ、もうこの後もう、家帰ったらご飯作らんとあかんやけど、今日ご飯作るのもうめんどくさいからカップ焼きそば UFO にしようみたいな、<laughs> そんな感じやん。やんそれでもそいつらワイン飲んで美味しいつまみを食べてさ、その後イいャちゃいちゃ、ぴっチャくチ,チャプチャゃしてるわけでしょ。なんで勝手にそんな妄想してんのワイン飲んでるって。幸せです。こっちやって今からいちゃいちゃ、プチャプチャしたいわけよ。いや、でもあんたもだってそんな,なんか彼氏ができたらさ、なんかあの電車の中でいちゃいちゃ プチャプチャすすんんちゃうの、えー、そんなこと言ってすするかもねだってこうやってさ肩を持たれてこうされたらさ私やってさみたいなじゃすんねやったらあんたそんな,なんかイライラしたらあかんでよほんまにいやーもうどうしたらいいやろこの,このイライラはこっちが悪いなイライラする<も>こっちがからどういうふうに見られてるか気づいてないからね本人たちは自分の世界に入ってあれ鏡とか持ち歩いてさ こうチュッパチュッパしてるところに鏡をさ好きよあーつってやってると鏡を出すのそう,うわそれ恥ずかしいね <laughs> それ確かに自分の顔面が映ったら恥ずかしいね <laughs> そうそうそうやって見せるとあなたも変な人だねそのでっかい鏡を持ち歩いてるってでも鏡見てエッチする人たちもおんねんでラブフとかでああ<ー>、なんか上にさ鏡が張ってあるようななんかあるみたいやねよな,なんでやねんお <laughs> <laughs> やめろやーや,ねこれ <laughs> <laughs> やめへんでやめろや <laughs> 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 なんでやねんそんな電車の中で見せて気持ちよくだったらもうどんな人たちやねんそれいやもうし仕方ないやもう,こうもうでももういいわもう決め,決,め決めた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 何何決めた公共の場でイチャイチャすることをもう許可する許可するもう許可するちょっと待って何様の素振りやもうだって少子化やし もうそういう人たちに当たるのは俺もよくないかなって思確かにイチャイチャしてくださいもう最近はなんか装飾系男子が増えているということなのイライラするっていうことは自分もやりたいねんいあ認めたなあんた多分やりたいねんあんた認めたな今だから目指しますそっちをお前もしたいだけやないかいなんでため息やねでは宣伝に参ります ピロネットピロネット夢のピロネット小腹この番組はピロネット小腹ピロネット小腹の提供でお送りいたします私な結構ピロネット小腹のね商品よく利用してんねんけどあでどうめっちゃ電話かけたら親切に注文取ってくれるピロネットピロネット小腹。 めっちゃ親切だから親切なのいや本当ピロネと小原おすすめしてますへえー、ちょっと一回試してみようと次のお便りいきましょういきましょうはい続きましてはいラジオネームつるつるさきゅうさんからのご意見ですはい私は YouTube のコメント欄に5行以上の文章を書く人にイライラします、うん、YouTube のコメント機能は双方向性メディアとして 発信者と視聴者がコミュニケーションを取ることができて素晴らしい機能だと思いますが、はい、YouTube のコメント欄を見ていると、発信者に向けていたわけではなく、誰に向けているのかわからない謎の長文を見かけることがあります。不特定多数の意見を募る掲示板ならともかく、YouTube のコメントで自分の考えを長文コメントする人は何がしたいのでしょうか もう五行以上の文章はスパム扱いでいいと思いますピロシキズの二人はどうお考えですかあのねわかるのよすごくわかるの長いコメントってさ、うん、読んでても疲れるしほんでねあの <laughs> 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 いいことを書いてくれてたとしてもよ<お>いいことを書いてくれてたとしても、うん ちょっともう、こっちが申し訳なくなるとか、こんだけ時間使って私たちのこと褒めてくれてっていうふうになるから、ちょっと申し訳なくなる気持ちもあるしっていうので、すごくこのね、お便りはよくわかるんやけども。お<う>このお便り結構長くないちょっと読んでて疲れたんやけど、うちも。<laughs> これあんたの、これなこほど <laughs>。YouTube のコメント機能は 双方向性メディアとして発信者と視聴者がコミュニケーションも取ることができて素晴らしい機能だとうそう性メディアそうこれびっくりした今 <laughs> よう読めたわ自分でもこれ結構ねあんた意外と書いてるタイプちゃうかなって俺思うな <laughs> あの気づかんと <laughs> 気づかんで自分で書いてるやつかこんだけ長いのをこれダイレクトメッセージで送ってきてくれてるっていうことやからなこれ。 結構な長文やでこれ,これ今回取り上げたからいいけども <laughs> これもしもここで取り上げてなくて <laughs> 私たちが返事をすることもなかったらもうそれこそスパム扱い何の話っていうこのいきなりのっていうのになっちゃうからねいやただなんかねこのねたまにほんまに動画の脈略と関係なくお なんだえ小説っていう。<laughs> 長い人いるのよえ。え何の小説なのなんかね、これあの続きって出てくるやんか。こそ<う>多すぎてさ、あのなんか読めないやん。<う>てか、知ってたあの、LINE ってさ、長文書いたらさ、 結構どこまでも長くなると思うやん。ああ、書続きはこちらって出てくんねん。あの書けへんねやろ。そう。あの、俺昔、前働いてた会社の上司が、もうずっとめっちゃ長文書く上司で、背景なんちゃらか、もうお手紙やと思ってるラインやのに。えー 本日はもういろんなことがありこういうこともあって会社でこのようなあのことがありましたがいかがお過ごしでしょうかみたいなそこから始まるから俺初めてその人の LINE で「続きはこちら」っていうのを押して見たあれみんな長いの一回書いてみてほしいほんま続きはこちらって LINE にもあんねんであれは確かになんかそうそういうタイプの人なんじゃないコメントをいきなりこう急に ピロシキーズ大好きっていうのが失礼やと思ってるかも分からへん。あちゃんと長文を書いて自分がどれだけその楽しいんだかっていうのを伝えたいと。なんていうんかな。あのピロシキーズ大好きじゃなくて何がどう大好きで何を見てそう思ってで今後どうしてほしいかっていうところまで全部ちゃんと書かんと。貴重面やなそれなんかそうなんだと思う。貴重面なんだと思う。まあ、<あ>でもこのコメント こ,このコメントはちゃんとね、なんか意味があるやん。何について言ってるかっていうの書いてるけど、本当に何に対して、ちょっとさ、一回、探してみていい多分あると思うねん、俺、長文コメント。結構あるんじゃないちょっと待ってよ、ちょっと調べます。うち、漢字苦手やんか。だから、たまに見つけて、これ何書いてんのこれっていうのがある。いや、あのな、今、今ちょっとパッと目についたやつやねんけど、スパイの動画あげたやん。 あげたげたロシアスパイがどうのこうのってスパイの見分け方みたいな動画、うん、でこれについてるコメントな読みますスパイとは関係ないけど外国人がたくさん出演している番組のロシア人枠はほぼ女性なのが不思議ロシア人男性がレギュラー出演していた番組で記憶にあるのはここが変だよ日本人でひげもじゃもじゃのラスプーチンみたいなロシア人男性が出演していたぐらい99%ロシア人枠は女性が出ている ロシア人男性 J ブロガーもいないでしょ需要と言われればそれまでなんだけどちょっと男女比が偏りすぎじゃないですか他の国はそこまで極端じゃないから前から疑問に思ってるすごい長いないつ終わるのかと思ったわ今しかも全然スパイとほんまに関係ないやないのって感じやなまあでもこれもちょっとた多分単純にいきなりいやまあスパイもそうやけどあのロシア人 でテレビに出るの女の人ばっかりなのはなんでだろうなって済むコメントやねんけど ななんかそれのなんでそう思ったのかとかそういうことを伝えたかったんじゃないなんかねこういう人ってあの映画バージョンとドラマバージョンな感じがするね。あ<ー>こう映画はさ全部短縮してめっちゃうまいことなんか小さくして撮って <laughs>、うん、こう流しでしてるのに、うん、なんかドラマってさめっちゃ伸ばしてめっちゃネチネチ,ネチ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 伸ばして作るやんか、うん、そんな感じがする。<laughs> あんたドドドラララマママアチや違違ううう苦手やねもうすぐ言って 言ったらいいのにと思うねん。まあ前さあのー、ノーブラの動画あげたやん。<laughs> その外国では結構ノーブラの人がな。<laughs> コロナじゃない？ <laughs> 大丈夫安心して前さノーブラの動画あげたやんか、うん、外国ではちょっとこうノーブラの文化があるからそれのことを知らんと日本に来てしまう人とかがいるかもしんないねって、うん、だからもしノーブラの外国人がいたらもうほんまに知らんと多分来てるんやと思うみたいな、うん、そういった内容を。っていうだけの動画やねんけどこれについてるコメントまあ今ちょっと見つけたから読みます。 日本の歴史を知らなすぎる。江戸時代の戦闘は混浴だった白人がやばだった騒ぎ。やばだった騒ぎ。ヤバやば。やば。いやば。いやのや。弓矢の矢に場所の場。あ、じゃあそこでこう矢を飛ばす場所ってことだよね。こよねそのままだよね。もう一回読むな。うん、<laughs> もうこの時点でつまずいてるやんか。大丈夫大丈夫、ね、もう一回くね。 日本の歴史を知らなすぎる、うん、江戸時代は銭湯は混浴だった白人がヤバだった騒ぎ混浴をやめた女性体質免疫はあったが徐々になくなっていったバカな日本政府がハウ人社会の方が進んでいると勘違がをささすべての社会システムを白人社会に合わせてしまった結果おかしな社会システム 社会ステムになっってしまった昔ながらの日本のシステムと白人社会のシステムのごちゃ混ぜ社会システムが今の部元の社会ス,ステム江戸時代の男性の方が女性に対する免疫はあっただろうね。江戸時代の 識字率は7割こんな国日本だけ教育水準は世界一だったのに教育鮮度も白人社会に合わせてしまったあのねこれ <laughs> Google のどっかの場所でさ <laughs> ちょっとコピーペーしてんじゃないのわかんないのこんなに難しくて眠くなる文章るしかあるの話っていうそううそち うちはあの動画はほんまになんか勘違いさせているようやったらごめんなさいやけどあの外国人が知らず来て乳首出てたらすみませんっていう動画やろあの勘違いしないでくださいね勘違いしてるんですよってわ <laughs> かんない人もいるんでそのなんかそういうわざとなんかそういうエロい目的で出してるんじゃなくて自分の国では普通やけど日本ではあかんっていうのを知らんとう,、ね、うちのお母さんもおっぱい出したわけやからな昔。 間違ってあの日本でもケ、OK、ーやと思って海に行った時にあのノーブラでるやん <laughs> そうスマに行ってほ、うん、んであのなんかあこれはなんか、ね、外国はどのビーチもなんかノーブラで行けるらしいねんてそのなんかブラの跡が焼け跡が残らんへんように。 ロシアは結構みんなブラ外すもんなビーチで、ね、若い子も年いってる人もな<う>もうおっぱいこの辺にあるような人でな、ええ、もうあ,あこの辺うも,うもうここまであるからさこれひ逆に外した方がこの父のこの垂れたこの部分が焼けへんことによって <laughs> よりあかんのじゃんみたいな <laughs> また父のこの先っぽが焼けてない方がええんじゃんみたいなその面積的にもうやばいあんたもうこ <laughs> 股間のとこまで垂れてるやんかそんなここまでやったらいや、まあ、でもあの<う>動画は確かに あのただ単に日本の文化を知らんときてる外国人やからあんまりそんなもう悪く思わんといてなっていうことを言いたかっただけやねんけどそ,<う>それに対して日本に白人文化を持ち込むなみたいな外国の文化を持ち込むんじゃないっていうコメントがもうめちゃくちゃ多くついてなおかついや分かるねん事前に勉強してこいってだって例えばな私たちが、まあ、イランとかもやっぱさ女性は髪の毛出したらあかんとかいろんなルールがあるからさある程度調べていくやんか。 だからそれと同じように日本のこともある程度勉強してから来なさいっていうコメントはなんとなく分かるねんけどでもでもよあんたも絶対外国に行くときその国の細かい全ての文化全部調べへんやん間違ってることあるよ絶対調べだって知らんやろ人前で話すするのがマナー違反って知らんやろ日本の人ってって結構日本の人って あのマスクとかすごいするねんけど意外とこう鼻をで構えんねんよ<ー>。でずっと「ってやってんねんけどあれってすごいね海外やとマナー違反やとされることもあるねんけどでもそれをさ調べて絶対全部そういうレベルの話まで全部調べてあんた行ってるかって。す,すらんとこって。思わないそう,そ,ういなそんなことガイドブックにもさもちろんねいろんなマナーあるよ。いろんなマナーがあるけど日本のすべてのマナーを に理解してこれると思いますかってでもちょっと見たことないかも日本では乳首出すのはあんまりいいことではありませんっていう本は,はい書いてるのないやんかやじゃあもうもう分かったじゃあもう日本政府で国に入る前にもう配りましょうなんかパンフレットみたいなのでこう乳首出すんじゃねえともう乳首は出しちゃダメです <laughs> まあもちろん乳首出しちゃダメだけど, <laughs> だけどもう全部事細かにね いや法律違反もあかんよ。法律は持ちみ出したらもうそもそも法律。そうやねんけど細かいマナーとかもなもう全部書こう全部読ましてほんでそれでもししくじったらお前もう徹底的に叩くからなって言って入国させるとかそのレベルやったらいいただあんたも絶対絶対外国に行くきに絶対に。<laughs> 絶対失敗するなよ。一切失敗するなよって俺思うな。そ,ううそ,れ,それならやめるわ。もう今のブラスの言葉でもうもういいです。やめますって感じだったわ。もう腹立つねんな。それ分からんや。だってまさか日本でノーブラが文化的に NG って知らんやんそんな。まさか想定もできひんことをな。<laughs> そうか。日本はもしかしたらノーブラがダメかもしれないって。ちょっと調べてみよう。思いつくわけないやん。ん <laughs> ブラちゃん、あんた一番切れてんで、今日は。<laughs> いや、ほら、あれらの米で、これもな、もう意味わからへん、これ何の、何のお便りやったっけ、そもそも。え、そもそも、五行以上書くやつか。そうそう、でも,も、全然話がそれです。<laughs> いや、五行,、ね、行以上書くのはいいけど。ちょっと相手がな、読むっていうことを、ちょっと理解して。あの、意図がね、わかるんやったね、もう、これもう意味わからんやん、これ。ちょっとね、あの。 動画に対してのコメントがあるんだったらその動画に合うようなコメントをしてほしいかもしれないまあそうねなんかこういやいやこういうこと言ってませんからっていうのをなんかすごい責められてるような気がするんだよねいろんなねなんかその違う意見があるよとかだったらいいけど、うん、もちろんもう脈絡が分からへんもん今この読んだやつに関しては日本の歴史を知らなすぎるって 何の話じゃない今、日本の歴史の話知ってる。て今勉強したことあるこれ学校でっ<な>てか、あんた申し訳ないけど日本の歴史を知らなすぎるからしっかり学べって言うんだったらよお前日本語、<laughs> 日本語ちゃんと書いて悪いけど日本語少なくともまともに書いてほしい。相手に、まあ、5行とかはまあどうでもいいねんけど相手に伝えようっていう気持ち。気持ち があったらもう少し短くなったりすると思ういや多分怒ってたんやと思う。もう怒りすぎて。いいところで改行をつけたりとかさ、いいところでこう段落をつけたりとか、なんかこう読みやすくする工夫。<laughs> あのあ,あれも嫌いね俺。絵文字めっちゃ使うやつ。嘘そ,それうちやん。あんたやん。<laughs> めっちゃ使うやん絵文字。絵文字なんかスコーと怒ってるみたいな感じで嫌いだけどな、ね。なんかねなんかあのもう。 絵文字を単純に最後にニコちゃんマークとかで入れるんやったらいいねんけどなんかこの絵文字で文字を表現するやつ絵文字,の文字をもう地球儀の絵を出して地球っていう意味にしてしまったりとか<ー>地球の中から日本がなくなるみたいな文章が前は見かけたねんけど、うん、地球儀から日本地図の絵文字作って日本がなくなるみたいな。 感じの、まああこれ例えばよあーもうなんかそのまま文字を読めともうそれでこうもう読,、ま、読んでもらおうっていう時あるブラちゃんごめんこれ私使ったことあるわあ一応言っときますけど <laughs> 絵文字を多用するやつ大体ババ <laughs> ちょっと待ってジジイもうちの若い子ババ言ってんのかこれ若い子そんな絵文字使わへんもんいやうちたまに使うんやっていやなんかごめんもう今日からが もう若い子ぶって、絵文字を対応するようになるパターンやね。ちょっとやめよう、今日からやめよう。ダサいで。やめよう。ほんまやめたほうがいいと思う。やめたほうがいい?やいい。やめたほうがいい。<laughs> やめたほうがいい。絵文字は俺ダサいなと思う。まあ多少はいいけどな。多少はいいけど。絵文字でーす。あの三つ続ける必要ないやろ。あ、これとこれみたいな。絵文字が、なんかこう。楽しかった、ニコちゃんハート、キラキラーみたいな。い以来。<laughs> ごめんそれも使う <laughs> もうニコちゃんでいいからそれそれも使う嬉しい時ハートとかもう1個とか送っちゃうもねもういそれ見てるとめんどくさいしかもあんたツイッターに書くやろ<あ>ツイッターで百四十文字しか書けへんからな絵文字な絵文字あるやん、うん、英語の文字がなんか二分の一文字やねんアルファベットがで,で漢字とかひらがなが一文字単位やね、うん絵文字三文字分ぐらい使うねんでカウントいやでも最近それが分かってきてだんだん絵文字が減っていってんねん <laughs> <laughs> 文章が長くなると、めっちゃくちゃ変ねん。まあ、だから、これは私は、ある程度理解できる、る言いたいことはわかります。あの、<laughs> 言,いい言いたいこと、まあ、五行っていうふうに決める必要はないけど、言いたいことはわかります。もうちょっと短くいこう。やっぱ頭のいい人って、短い言葉でわかりやすく。説明してんで。あー、うまいこと言ってんな、それ、自分のこと言ってんやろ。ね、<laughs> 最悪やん、そんな、<laughs> そんなことないよ。そんなことない、ほんま。 ということで本日はですねピロシキーズのプロシキラジオでしたでした <laughs> な,なかなかはねグダグダなまあ初回にふさわしいと思いますでね今後も私たちねこうやって まあ、イライラすること、まあ、私たちに対してイライラすることでももちろんいいし、もしくは世間に対してイライラすることで、ちょっとトーク広げてほしいなあの、話してみてほしいなというようなことがあれば、ぜひコメント欄の方に書いていただければと思います。あと、このほかにもお悩み相談というのもやっていこうと思っております、このピロシキーズの風呂敷ラジオでですね。なので、お悩み相談、悩める子羊たち、もし何かありましたら、コメントの方に書いてください、ぜひ採用してね、あの広めていきたいなと考えております。 よろししくお願いいたしますあとはですね、もちろんチャンネル登録はお済みですよね、チャンネル登録今聞いてるのにまだチャンネル登録してないよという方、ダメですよ、だめだめ、だめよ、だめだめ、責任を持ってチャンネル登録、ここの画面の下にある登録ボタンを押していただいてあとはもちろんグッドボタンも押してください、もちろんバットだと思えばバットでもいいです、でもグッド、バット、何かしら評価をお願いいたします。お願いいいたしますはい 今後ともよろしくお願いいたします。